どうも、ハリスメタモです。どうも、ハリスメタモネガンです。はい、というわけで、はい。なんと、この度、私たち、花尾念願は、2023年の、多分、3月をもって、解散します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 本当にどうなんだろうね。どうなんだろうね。どうなんでしょう、これは。まあまあまあ。どっちの可能性がまだ。最後はもうルーレットで決めるから。はい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 。11月27日で、はいはいはい。まあ、花音8周年。今日で8周年なんですよね。8周年ですね。もうちょうど花音が。花音でした。ペン投げるぞ。8年なら8年だったんですか。はいはい。すごいよな。いや、よくやったと思うよ、本当に。だってあの時、まあ僕の周りの、僕も含めて笑ってましたからね。ね、なんか変なこと始めよったっていう。バカにされてましたよね。バカにされてたところもあるんじゃないですかね。それで、1000人いったらやめると。はいはい、言ってました、ね。1万人いったらやめるとか言って、10万人いったらやめるとか言って、ずる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 とさ、はいはいはい、情けない。ほんまにもう。情けなくはないよ、別に。まあ奇跡よね、もうここまで来たの。これでも、嫁ももらって。あなたもね。ね。あなたもね。はい。お互い、既婚者になりましたから。はい。どんだけ YouTube 運命変えられてんねん。まあ確かにそうですね。あなたのせいで僕会社辞めてますから、ね。まあそうなんですよね。いろんな人を巻き添えにして、ね。そういうこともありましたね。まあちょ、そろそろ、まあそれぞれの道に、まあ羽ばたく時が来たのではないかなという、まあ節目が来たのではないかなというふうに、まあ思っております。まあもともと、このチームの中で、その、まあ、いずれ解散するよっていうのはずっと言ってたよね。言ってました、言ってました。それは言ってましたよ。俺自身は、まあ、YouTuber をずっと続けていくつもりは、まあ、俺の中ではなくて、うん。まあ、俺自身のね、まあ、気持ち的なところも、まあ、なんかこう、あっち行ったりこっち行ったりするタイプなので、あの、なんかずっとこう、同じことをやり続けはしないだろうなっていうのは、うん、まあ、思ってて。はいはいはい。まあ、本当はね、みんなに言ってたのは、もうちょっと先でやめようって言ってたよ。ほんまは多分来年。来年か、まあ、そのぐらいだったね。うん、確か来年、本当は。2024ぐらいって言ってたんですよ、はいはいはい、最初はね、はいはいはい、でただ、まあ、僕の中でここ、まあ、1年、まあ、結構考えてまして、うんうん、まあ、その時期を、まあ、結果的に早めたんですけど、はいはいはい、まあ、何でかっていうと、もう YouTube でもう僕がチームメイトに、うん、まあ、見せてあげたい景色とか、はいはい、あとは自分が見たい景色、うん、自分がやりたかったこと、もうこれをもうここ自分のここ気持ちとしてはもうそれがもうやりきったなっていう、はいはい、あ、もうだからやりきった感じなんやね。なるほど。クリアしてしまったっていう。なるほど、なるほど。そういう、まあでもそれだけでももともと話してましたからね。うん。だからなんか僕としては、なんか最初それを話を夏ぐらいに受けたんですよ。あと半年にしようみたいな話になった、なったやんか。はい、そうね。その時に、個人的には、いやもうちょっと俺お前とやりたいよみたいな、側面も結構あって、うん、だけど、人生のフェーズみたいな、変わるでしょ、多分。フェーズね。そう、要は動画のフェーズから、別のフェーズに移行したいっていうお前を多分俺は感じたんやけど合ってる。はい。そうね。で、動画ってそのあれね。いや、YouTuber というフェーズから。そうそうそう、そう。YouTuber というフェーズから。違うフェーズに、ね。で、なんか30歳なんですよ、僕ら今年で。そう。で、そのなんかそこもなんかいい区切りだなみたいな話もあったんですけど、まあ、僕としては本当はもうちょっとやってもいいんじゃないみたいな。楽しいし。まあ、そうね。僕は最初だからちょっと反対というか、もうちょっとやらへんみたいな。意見的には。ね、だけど、僕と花尾ってもともと YouTuber のパートナー以前に友達でやって、でもなんか僕はその関係を別に解消したいとか全く思ってなくて、あってか当たり前なんやけど、ってなった時にやっぱ友達として見た時に、なんかまあもうフェーズを移行したいって言ってる友達がいるんやったら、まあまあじゃあいいんじゃないっていう俺もいるっていう、なんかそういうのは結構あったっていう、なんかそれでまあ結果こうなったっていう感じですかね。そうね、はい、まあそういう風に念願も続けたいよって言ってくれたし、やりたいよって言ってくれる仲間もいたんですけど、うん、これはちょっとリーダー的なポジションにいるからこその、まあ、意見なんですけど、なんかその自分がやっぱりその目指したいものとかみんなにこう見せたい景色がないと、うん、チームとしてこう一緒にいてくれるこう理由にならないというふうに思ってて、僕がもっとね野心家で、ね、こうどんどん上に上にとかそういうね、うん、もっと上を目指していくぞっていう気持ちが、ね、あったらいいんですけど、例えば200万人をね目指したいって言ったとしても、嘘偽りなく自分はそれを目指したいかって言われた時に、それは別に自分の行動の動機にはならないなっていうところがあったりとか、うん、まあ、やっぱ YouTube やってて、まあ、僕はやっぱ YouTube 続けてこれたのは、まあ、YouTube そのもののね動画を撮るのが楽しいとか、まあ、自分が作りたいものを作るから楽しいとか、そういうのがまあどっちかというとまあ続ける理由になってて、うん、でもそれチームで見た時に、なんかみんなをなんか引っ張っていく方こうマイルストーンがないというかね、うん、まあ結果そうなってましたからね、この何年かは。みんなが
お金は稼げるけど、うん、まあ、次に繋がってないというか、うん、まあ、惰性で YouTube を続けるのが嫌だっていうことではありますか。そう、ね、合ってる俺は。そうね、あ、そういうこと。悪く言っちゃえばなんとなく YouTube やるみたいなのが、これってやっぱこうチームメイトとかに対してすごい申し訳ないんじゃないかなっていう。なるほど。だから自分が、元は自分の、まあ、自分一人というか自分がまあ始めて、でもっと上行きたいからみんな電眼も入ってくれ、うん、で積分サークルも入ってくれってなって、うん、今こうして、それでまあ観光で出たりとか、うん、アニメ、まあ、いろいろありましたね。ブランドやらせてもらったりとか、うん、まあ、みんなと一緒にね、こう楽しいこともいろいろ経験させてあげれたかなと思うんですけど、うん、今こうある程度やりきったなっていう中で、これ以上なんか仲間たちを無意味というとあれですけど、なんとなくいてもらうのは、チームに留まってもらうよりかは、それぞれが次に目指すべきものを早く見つけて新しいキャリアに飛び立った方が、その人たちの人生にとってもプラスなんじゃないかなっていう。なるほどね、うん、っていうのがあって、うん、まあ、本来よりかは1年ぐらい短くなったんですけど、俺のスタンスとしては、辞めるなら早く、次に行くなら早くっていうスタンスで、うんうん、そう2000で、まあ、2023年の、まあ、3月で、解散しようかという話になりました。はい、まあ、でも結構前から確かに言ってたんですよ、本当に。でもこれ話出てからもう結構時が経って今ここにいるから、今僕も冷静に喋ってますけど、話し始めた時は確かに結構いろいろ議論がなされた記憶が、うん、いやちょっとまだじゃないみたいな、2年って言ったやんとか俺言った気がするもん。でもね、念願はだいぶこう反対してくれたんですよね。そう、いやもうちょっと俺お前と活動しようよみたい な、 なんかそんなんはあった気がするけど、まあ、今はもうその時期やと思って日々を生きてるんで、僕も、うん、この瞬間にスタートを切るみたいなのが大事だなと思ってるんで、まあ、この決断にね、まあ、後悔はないということで、これでね生かしていただこうと思っております。はい、まあ、じゃあこの、まあ、多分視聴者の皆さんもまだ気になることとしては、その後何するの、まあ、その後ね、何するの、多分 これは言っとかんと、ね、俺は俺から話そうか。そう、俺の方が普通やから。俺から話そうか。俺は絶対に聞かされへんの。僕はそのまま YouTube やります。はい、僕はでやりますし、ね、で別に俺本当にこれだけ伝えたいのが、仲悪くてやめるわけじゃないんで、たまに出てくるかもしんない。例えば結婚式とかで、確かに全然そんなんで、なんか一瞬出るとかは全然あると思うし、僕の夫婦チャンネルと個人チャンネルが両方あって、で個人チャンネルはもうちょっと教育に寄せるとかは考えてるんですよね。でそんなんはまあやめたらやろうかなっていう感じでは思ってるんですけど、じゃあ対して花尾さんはこの後何するんですか、この4月1日から。でそれを教えてください。ちょっと視聴者代表で聞いてるから。この後何するんですか。地球と遊びます。ありがとうございます。ありがとうございます。何分何秒の花をはーってコメント多分めっちゃ出てくる。これはマジで理解されないと思うんですけど、だから要は仕事はしないってこと。仕事、いやこれはまた仕事になったらいいなです。あ、なるほど。つまりこれまたほんまに一から、なるほどなるほど、一から俺はその新しい自分のキャリアを積み上げていく。なるほどなるほど。で地球と遊ぶっておっしゃったやん、さっき。うん、そう。それどういうことか、もうちょっと詳しく言わないと多分分かんないですよ、多分。そうなんです。僕もこう分かってないんですけど、こうやばいやつでごめんってもう今謝りたいんですけど、まあその僕は確かにこのね、この8年間、理系 YouTuber っていう、まあくくりで、やってましたね、はい。生きてきました。はいはいはい。でもただ、まあ自分が興味あることって、まあそれだけじゃなくて、僕はまあアニメも好きやし、やんだら山も登るし、はいはいはい。もうよく考えるんですけど、YouTube をやめたら、次自分何したいかなって思った時に、とにかくね、やっぱ自然と関わりたいっていう。あ、なるほど。まあ確かに愛媛県行った時とか楽しそうやったもんね、田舎。そういう、俺田舎好きなんですよ、ね。田舎好きやからね。で、何がしたいかって考えた時に、これから先、はいはい、多分 YouTube やめるじゃないですか。やめますね、3月。お金多分入ってこなくなるんですよ。あ、だからもう1年。俺の中では。はいはいはい。で、この1年は、僕は生き物としていきます。ちょっと何言ってるか分からへん。ちょっとやばい。すごいすごいすごい。生き物。つまり、生き物 A。そうです。生き物 A、なるほど。あのね、はいはい、マジでこれ伝わってない可能性あるよ。どっちか。マジでこの話だから旅行っていうと、はいはい、金を使って豪遊するみたいなね。そうじゃなくて、はいはいはい、なんか言ったらもう僧侶かな。は、ちょっと俺ですら理解できない。俺ですら理解できない。あのね、なんだ、勇者気取りしてんのお前。お前ドラクエ5 ドラクエ中二病みたいになるから嫌だけど、勇者気取りやん。違う、レベル上げいってるんや。そうレベル上げいってる。あ、じゃあルフィでいうところの2年間の修行してる状態。あ、そう修行してる状態です。そんな感じ。なるほどなるほど。それで、あ、じゃあ万が一お金がなくても、はい、なんだろう、過酷な環境でもテント1個でも、まあ、最悪ホームレスになっても、別に俺は
暮らせるんだっていうことが分かったらさ、それはあのミサさんはついてくるの、それ。いや、ついてくるんですよ。あ、じゃあすごいわ、ついてくるんですよ、すごいすごい。じゃなかったら結婚したらあかんやん。そうそうそう、じゃなかったら結婚したらあかん。一応了承済みというか、それはそうやね。ビアンカとかそっち系のやつ、あ、ビアンカ、そっち系、ブローラ系の女子なんやね、うん。まあ、だからもう頭おかしいこと言ってるとは思うねんけど、いや、まあすごいこと、俺ですらまだ理解できてないもん。そうそうそう、いや俺もどうなるか分からん、はいはい、でそれは結果的に、はい、まあ、YouTuber のために YouTuber をするんじゃなくて、やりたいことが結果的にその今の言った新しいことが、まあ、結果的に動画になったら、それはそれで YouTuber として生きる可能性は全然ある。じゃあ花尾伝言ってチャンネルはどうなるんですか。これはそれはさすがに更新しない。更新はしてないです、うん、もう半永久的に更新なしになるって感じです。たまに、はいはい、たまに変な動画とかもしかしたらあるかもね。マジで上がるんすか。いや、わからん、気が向いたら、気が向いたら上がる、気が向いたらここに来て、はいはいはい、まあ、そういうのは可能性はあるかもしれない。その定期更新はもう絶対しなくなるってことね。そう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 、完全に、はいはいはい、まだでも4ヶ月ありますから。そうね、まあそんな感じで、はい、あのほんまにね、今まで見てくださった方々、はい、もうたくさんの経験思い出を作らせていただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当にほんま感謝しております。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、あと4ヶ月で、解散ということで、それまでは、はい、楽しくね頑張っていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。で最後、お知らせなんですけど、はい、3月の19日に、最後のねファンミをやりたいと思います。これはやらなダメです、はい、もう最後、ね、感謝僕一人一人伝えたいです。いや本当に、場所は、はい、大阪で、まあ、詳しいその会場とか、チケットとか、ね、申し込みとかもね、ちょっとまだ、手配できてないんですけど、とりあえず3月19日、大阪で、やるので、開けておいてくださると、嬉しいです、はい。そうですね。まあ、ちなみにこの公演名、解散に収束した花伝方程式。こちらで、こちらで、こちらで行く予定でございます。はい。というわけでね、はい、今日の動画、終わりたいと思います。はい。それじゃあ皆さん、また来週ー。また来週ー。あ、ルーレットで決めてない、解散する日。そうだね。3月10ぐらいから行くわ。うわ、やば。3月10解散の可能性もあるってことね。3月15 3月20 21 22。もうそれ3月解散でええやん、もうやる意味ある、この4月まで食い込む可能性もある。ああ、そういうことやな、ね、4月1日があるもん、このくじの中に。12月31日。やば、えぐ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 、もう1ヶ月やん。1月1日。明日とかなっていいんか。ああ、明日入れとくじゃん1個ね。まあでもあの解散するとは言っても動画上げないと言ってへんからね。バリダルバリダルだから解散する動画がその日に上がるだけで、別に動画が上がるからね。なるほどね。バリダルバリダルじゃあもうこの動画全部いらんやん。何をやってるんだよこれ。もうやっぱ心の整理やね。あ、心の整理、心の在り方を。なるほどなるほどなるほど。心のやっぱ置き場所を決めてるって感じ、はいはいはい、心の置き場所チームとして撮影するか。ああそうで、だから花尾伝言じゃなくて花尾と伝言なの。なるほど、ただそれだけや。ただそれだけバリアル、もうこれやめた方がいい、こんなんもタイトルに書きたいからやっぱ。なるほどね。めちゃくちゃ釣り動画っぽいのに本当っていうことし。いや嘘じゃない、嘘じゃないです。マジで怖いなこれ。だいたい物の大きさを同じにしておく。選択肢は明日12月2日、12月31日、1月1日、2月10日、3月の10、15、20から31まで。4月1日から4日まで。覚えてる。覚えてる。結構総合の結構確率高いな、その伸びるって確率はもうな、かなり低い。4月1日から4日までの4つしかない。まあそうね。ただこれあの紙の大きさは大体同じにしたんで同様に確からしいです、はい、理系の皆さん安心してください。はい、でも引きますよ。はい、でい、はい、引きました。まあ、頼むって、お前頼むで、ほんま。これマジで、あの明日って書いてあったら、俺ほんまに切れる、ブチ切れ。ちょっと俺はブチ。ちょっとほんま頼むわ、俺明日やったら、俺さすがに心強いつかねん。明日やったら、その気が動転してチャンネル消してもらえそう。いや、俺もチャンネル消したい。チャンネル消したいわ。だったらこれ自分の罪を滅ぼすためにチャンネルごと消すまである。じゃあこれ、こっち出してみる。あー、なるほど。これじゃなかったですって。なかったパターンね。やってみる。3月10日ではありません。解散日が。10日も嫌やな。3月23日ではありません。まあ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 、まだ当たりな方ね。いや、これマジで元旦やとどうしよう。元旦説あるで、これ。3月26日ではありません。うわー、その辺。
3月31日ではないです。うわー、つらではない。でも、ね、ちなみにあと3枚、あと3枚です。明日残ってるから、明日残ってます。やばいやばいやばい。あ、4月の3日ではあります。やばい、4月終わった。ということで残り1枚です。どちらかが明日、どちらかが明日、どちらかが明日でございます。これ現状解散動画はやっぱ先に出して活動だけやらせてもらうしかないな。いや、もしかしたらだから、でも出てないのって俺も覚えてないけど、変な日にちはもうその明日以外出たんちゃうかな。もう行きますか、開けましょう、はい、じゃあ行くで、一斉に行くか、一斉に行きます、はいはい、というわけで、はい、解散の日は、いっせーので、3月20日12月2日ということで、3月20日に決定。わー、解散解散解散。でもすごくない、ファンミの次の日、ファンミの次の日ですね。めちゃくちゃ妥当性しかないやん、これ。まあ、これはどういう日になるんですか、これ。ちなみに動画がこの子出るかと言われれば出るかもしれん。出るかもしれん。言ったら、だから花尾伝願というチームが3月20日で解散、まあ 一応解散される日でも、別にじゃあお前と俺は確かに同じチームじゃないかもしれんけど、はい、別に一緒に動画撮ることはできる、できるってこと。そんなん言い出したらもうそんなん言い出したら解散する意味ない。いや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 、とりあえず3月20日、はい、解散の日に決定です。はい、その前日の19日がファンミの日。そうね、うまいことできてるわ。じゃあうまいことうまいことできてる気もするけど、はい、というわけであと、4ヶ月、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。